ネーム太っちょ塾講師さん、はいはい、皆様お計らです。おはようございます。チロと言ったら野球の練習着ですかね。高校時代の話ですと、練習も試合同然常に全力、ファーストにはヘッドスライディングをするし、際どい頃には際どい頃か頃にはダイビング、毎日泥だらけでしたと、うん、誰よりも下手だったので誰よりも遅くまで残って実習練、家に帰るのもいつも11時近くでした。えらいな。そんな遅い時間から夕食を作ったり、手洗いで練習着の泥汚れをね落としてくれたりした母、大学生になり一人暮らしをして母の大変さを知りましたと、当たり前のように毎日綺麗な練習着を着ていましたが、あそこまで綺麗にするのは相当大変だったと思います。昔の話だし今更照れくさくて言いづらいけど、いつかありがとうって言いたいですと、うん、まさか昨日のメールとは違った素晴らしい内容で。あ、そうなの。昨日の内容は本当にどしもネタでどうしようかと。そうなんだ。思いましたが。あ、そう。確かに、あの白って言えばそのユニフォーム、うん、あれあそこまで綺麗にするのって結構かかりますよね。だからもうさ、最初から色のついたやつでやりゃよいと思わない。なんで白をさ、その練習着にさせてるんかね。絶対汚れますしやろっていうさ、サッカーとかもさ、ね、野球とかもさ、泥使ってんだからさ、汚れるじゃんか、はい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 、最初からちょっと黒っぽいイメージのじゃダメなんかね。やっぱそこは高校生らしく白でみたいなさ、なんかさ、イメージだよね。だからね、なんでなんでしょうかね。そりゃ母ちゃんの、あの身になってみろしって話だしさ、うんうんねえ、大変だろうって。そんなのまあそりゃ洗濯機が今良くなってさ、洗剤が用途しますって言ったってよ、はい、綺麗にはしきんないじゃない、いくらなんだって。だ、最初からちょっとどうにかならんのかね。やっぱりその白いものの方がなんかこういいのかな、気持ちがなんかこう乗りますみたいなイメージなのかな。そうなんですよね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。でも赤とかの方がなんか燃えたぎる感じがしてさ、練習やる気になるぜみたいな、ないんですかね。そういうんじゃないのかな。白で、なんで白なんだろうね。なんでなんでしょう。ちょっと待ってくださいね。すごく不思議だよね。うん、だからさ、ありがとうね、引っ張ってくれて。ありがとうね。でも不思議でしょ。不思議なんですよ。そんなんさ、みんながさ、でほら洗濯の本当に洗剤のコマーシャル、みんなそう言うんでさ、めっちゃ汚れてますみたいな絵出すけどさ、うんうん、そもそも白じゃなきゃいいんじゃねえのっていう、うん、気はしますけど。確かにそういう風に言われて、ね、ちょっと気になっちゃったよね今ね。そうなんです。なのにね、結論出ないね。結論が出ないんだよ。まあ、知ってる人いたら教えてほしいですけど ね、 ね、ちょっとこれはリスナーの皆さんに頼りたいな。なんでだろう。ちょっと今ググってみてもちょっといろんな情報が出てきちゃって、決まりがあんのかな。こう、高校生は白じゃなきゃいけませんみたいな、しょうもない報告あるような。あるのかな。スカートの丈はここでみたいな。ここで。ただね、見てる側とすれば、私が高校球児の時、高校生の時に、高校球児を見た時に、やっぱりあの白のユニフォームが、こう汚れてる姿に、うん、こんな頑張ってる。あ、どれくらい汚れてるかで、いくらか頑張ってますのバロメーターになると。いや、その時はね、あの考えがやっぱ浅かった人間なので、なんか汚れてるイコール頑張ったみたいな、はい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 、今は違いますよ。やはりその頑張る人それぞれ違うから。でもその時はそう思っちゃってた自分が。そうか、それがなんかね、かっこよく見えちゃったんだよね。白を汚すみたいな。はいはいはい、なるほど。じゃあちょっと次行こうかな、うん、考えた私。考えた上で買ってきました。じゃあちょっとお返しますんでね。何すごい、私のために時間を割いて。時間を割いて買ってきました。すごいものが買ってきてくれたでしょ。どうぞ。何？漢方。漢方買ってきたんで。何？漢方？漢方読める？この難しい漢字。待って待って、何これ。漢方ですよ。あなたの健康を祈ってます。違うか。漢方。私はおばあちゃんか。これね、なんて読むんですか。読めないでしょ。これね、強制破滴顔料っていう。聞いたことないわ。強そうだろ。違う、バカだな、お前。これ漢方だからってね、俺がそんなただ買ってくるわけないでしょ。これあれですよ。何喉にめちゃくちゃいい漢方。なるほど、パーソナリティだから。そう。で、これは、あのね、例えばライブがこう続いてたりとかして、はい、ちょっと今日喉の調子悪いなみたいな時あるでしょ。ある。出ない。いつもの力が出ないっていう時に飲んで、これそしたら即効性がめちゃくちゃあるから、マジで？その瞬間だけは、まあ、なんとか戻せるぐらいの回復力ある。だから別にそれをずっと飲み続けてるから常に調子がいいとかってもんじゃなくて、調子が悪かった時に飲んで即効性でこうすぐ回復できるっていう
漢方なんですよ。でこれねめちゃくちゃ有名で実は知らないでしょ、はい、これボーカリストはみんな知ってるんだけど、はいはい、だから私は今回はこうボーカリストとしてあなたにこれプレゼントしようと思って買ってきたんですけど、あのね一回ね強制破滴顔料ってね、生産が中止になってるの、日本で販売しませんってなった、大丈夫危ないって言ったことじゃない、なったのなった時に、あの人みたいになっちゃう、違うピエールじゃないから、あのコカの葉使ってね、カキじゃないわピエール綾香っていうほらやめろあの生産中止に一回なったんだけど、はいはい、その時に買い占めが起きたぐらいで、ショコタンとかさ中川ショコいるじゃん、中川ショコさん、うん、あれとかが困るっつってね、めっちゃ困るんですけどってつぶやいたぐらいみんな使ってるやつなんですけど、他のね業者からね新しく販売されてるんで、今日本でも普通にあの薬局で買えますんで、あ、薬局で買えるんだ、全然売ってるやつなんで、だって薬局で買えなそうなパッケージだもん、いやでも買えるから、もしちょっと飲んでみて、で意外とねやっぱそのボーカリストは意外とこれ使ってる人多いので、あ、まあ、ちょっと飲みにくいかもしれないですけどね、いざっていう時にちょっと飲んでもらえればかなと思いますね、嬉しい、もう素直に嬉しい、そうでしょ、ただ白い粉とかじゃない、大丈夫、白い粉だけどいや粉白いけどそれも大丈夫、うん、まあまあもしあの声が出ない時ね、まあ磯井さんはほら基本的にマイクオフだからあれかもしれないですけど、マイクオフ、ライブ中マイクの電源入ってないんでしょ、ね、ひどい、誰だったとか言われないよ中井くんじゃないからねいやでも結構言われるからね、なんか中井くんの立ち位置だよねみたいな、喋るけどもなんかこう歌わないみたいな、まああまり関係ないかなと思ったんですけどね、関係あるわ、喋、まあ、る時とかもほらちょっと喉の調子悪いなって時、もし飲んでみて強化が効果があればいいかなと思って、ほら考えてる、めちゃめちゃ考えてる、じゃあ後でそれにポエムを添えてあげるホワイトデーラブソング、そうそうそう、送ります、最高なホワイトデーのお返しですよ、ありがとうございます、後で送りたいと思います、いややっぱり変わってますね、そうでしょ、だってほらチョコとかさ、そういうお菓子とか絶対もらえるじゃないですか、またありがたいことにいただきましたよ、ね、もらえるでしょ、そんなんばっか食べてるとブクブクこれ以上太っても困ると思ったので、これ以上って言うな、優しさですよね、やっぱり喉、あ、そうかと、声を出す仕事をしてるから声にいいもの、あ、そうだ俺そういえば歌歌ってたからそういうの詳しいわと思って、あ、そうだって絶対こんなの知らないだろうなと思ったんで買ってきたわけです、知らなかった、そうでしょ、これ本当業界では有名なあの薬なんで、業界では有名な薬なんで、業界で有名な薬、やばいです、今一発で決まるから、もう、そう、速攻性半端ないから、速攻性やばいですから、ぜひ大丈夫、あーちゃん、次お墓立てる、大丈夫、マイクの前立てる、大丈夫、大丈夫、大丈夫、もしその時が来たら俺言うよ、騙されてないとかさ、言うよ、あーってね、なんでそんなものが必要だったんでしょうかっていうね、ピエールをもう伊集院の立場で言うよ、大丈夫、あいつは、あいつは、ピエール綾香なんだ、大丈夫、大丈夫です、でも本当ありがとうございます、ぜひ使ってみてください、はい、いやー、珍しいものいただきました、うん、やったー、ありがとうございます、はい、じゃあメール行こうかな、うん、なんかね、ラジオネームね、うん、レディーババのダーリンさん、あれダーリンの方が来た、そう、ダーリンさんからいただいていて、うん、白いお菓子はいろいろあるけれど、うん、高崎の高丸屋の地下の夕飯まるまるの、なんで丸にしたの、捨てずにしなくていいよ、フランクフルタークランツっていうのがね、美味しいらしくて、直径15センチ、高さ8センチくらいの真っ白なリング状、一面の真っ白なバタークリームに真っ白な粉砂糖、バタークリームの概念が変わるくらいうまいよ、お試しをといただきました、何バームクーヘンみたいなやつ、そう、調べてみたの、見て、うわすごー、あのバームクーヘンに、もうなんかもう生クリームが乗ってるんじゃないかってぐらい、これバタークリームなんですって、へえ、めちゃくちゃ美味しそう、食ったことないっすね、ないない、見たこともない、何これ、有名なんかね、有名みたいですよ、すっごいみんななんか取り寄せてる、あ、そう、あ、取り寄せで買える、うん、インターネットでも買えちゃう、じゃあ全然すぐ買えます、私、よかった、ちょっと高崎まで行くのしんどいからな、出たよ、あ、やっぱ届けてもらわないと、外に出て花粉が今強くてさ、昨日久しぶりにチャリ乗ってさコンビニ行ったの、足が痛くなっちゃってびっくりしたい自分でも、おじいちゃんちゃんと外出てください、へえ、じゃあこれがあの別に言っていいと思うから、ユーハイムさんのフランクフルタークランツっていうのです、ぜひ皆さん食べてみてください、あーちゃんいけるかな、そう、バターが私はちょっと苦手なので、あー、そういうことか、そうそうそう、でもね、さっきの写真はそういうことね、そういうことそう、避けちゃう、そういうこと、そう、でもなんかあーちゃんこれ食べてみたいって思う、はい、じゃあぜひ皆さんホワイトデーということなので今日今すぐ買ってくるように、はい、お待ちしてます、お昼までには買ってくるように、あー、塾講師さんが買ってきちゃうからやめよ、ね、買ってきなさい、そしてラジオネームルルちゃん、はい、
そうね、白といえば白鳥かしら。あら白鳥女は下品で下ネタ投稿ばかりしてごめんなさいねっていただいてる、うん、いいよ。この間さ、田中屋でまんじゅう食ってないんだけど、いたのをさ目撃されたい、この人に。いましたって連絡来ててよくわかったなと思って、通りかかってわかりました、わかりましたって。怖いわ。私もルルちゃんっていうか車ですれ違ったことが、うん、ってそう、まだね、私が入りたての頃にね、うん、多分あれはあーちゃんだと思ったからね、譲ってくれたんですって。あ、そうなんだ、どうぞって。あれがルルちゃんだ、大きなトラックに乗ってるんですよ。かっちょいいな。そしてラジオネーム、埼玉市のグラサンマスコジさん、はい、今年は会社で義理チョコを2個もらったから、うん、今日はお返しを用意しました、うん、でもお店で買って持っていくのが面倒だったから、キットカット1個だけで済ませました、ごめんなさいと。ダメだよ、2倍返し3倍返しぐらいしないとね。そうなの。怖っ、バブルの残りがやばいやばい、ね、やっぱりそういうのある。バブルっすね、私バブル好きだから。やっぱりそういうのある。いやいや、ちょっと寝踏みするかね、みんなね。どうなんだろう。そこ怖いんだよな、女の子さ、これかみたいな。いや、そんなこと思いません。やっぱいただけたら嬉しい、うん、だけどね、やっぱグラサンマスコジさん、キットカットはちょっとあれかね。いや、せめてキットカットの袋ごと欲しかった。そうだね、もうちょっと多めに買ってったら数で勝負したらいいと思う。じゃあ、うん、いっぱい今すぐ買っていってください。なんかさ、3つをさ、ちょっとく、うん、なんかラッピングするとかさ。はいはいはい、あ、そうね、そういう心遣いが大事ってことだ。そう、そうすると持てますよ、グラサンマスコジさん。いいこと聞きました。でもメモメモしてください、はい、そしてラジオネームトゥーパンプさんなんですけど、はい、見ると欲しくなるのが白いカメラ。実際に白いカメラを数台愛用していますと、レンズも白いものがあればセットで買うこともあります。白いカメラは見た目だけではなく、炎天下では黒いカメラに比べて熱を吸収しにくいんだそうです。あ、なるほど。真夏の炎天下ではカメラが熱くなって触れなくなってしまうこともあります、うん、白いカメラももちろん熱くはなりますが、黒いカメラに比べればそこまで熱くなりませんと、うん、なんでね、みんなね、白いカメラをおすすめしますということで。へー、ねー、知らなかった。あるんですね、白なんて。そしてラジオネーム、うん、ハワイのママちゃんは、ママ、うん、我が家の幸子の猫ちゃんは真っ白のお目目が銀色の金目ですと、うん、もう15歳のおばあちゃんですが、色白の幸子は綺麗ですわといただきました。白猫飼ってるんだ、ね、7匹のうち1匹は白猫の綺麗な猫ちゃん。そしてラジオネームゴルゴサーテートさんは、はい、あの白の T シャツが苦手、それはなぜかというと透けるからと。ああ、俺ご飯こぼしちゃうからダメ、すぐ汚しちゃうから。あ、なるほど。白は着ない、まあ今日着てるけど、うん、着てるね。苦手なんだよね、ご飯食べるの。隣でご飯食べよう。めっちゃこぼしちゃうんだよね。なるほどね。その他にもラジオネームひーくんさんは、うん、ソフトクリームが大好きとかね。あ、白いね。そうそう、いただいてて、高崎のパパさん、うん、そしてまこっちゃんさん、うん、そして赤城山大噴火さんからもお手をいただきました、はい、ありがとうございました。あ、さあ、今日は皆さんから白というテーマでいただきましたが、はい、明日は15日、はい、いちごでいきたいと思います。はい、今とてもね、いちごが美味しい時期なので、皆さんでね、一緒にいちごで盛り上がっていきましょう、はい。うん、さあ、そして豊さん、本当に今日はこの白い粉ありがとうございました。やめろ言い方。言い方、ありがとうございました、はい、本日の担当は磯日彩香と木村豊でした。それではまたお会いしましょう。さよなら。強制派的顔料だから。ありがとう。